はい、こんにちは、まめと申します。スクールボーイズ夢の美咲さん編、実況プレイ続きからやっていきたいと思います。投稿中ですね。ゆうべはともくんと電話ができてよかったな。これは翼くんが引かれるフラグかな。ちょっと眠たげなともくんも可愛かったな。口に出して独り言言ってるよ、つばきゅう。それにしても本当にエッチな話が好きなんだな。僕ももっと勉強してともくんについていかなくちゃ。そうしたらいざそういう場面になった時サポートできるかもしれないし、そういう場面、ともくんの裸、想像しただけで止まりません。この前たまたま嗅げたお股の匂いもいい香りだったし、できることならパクッと食べちゃいたい。つまきゅんやばい、心の中でつぶやいて、ダダ漏れてる。もういっそ連れて帰って閉じ込めておきたいな。そしたらトムくんは一生僕のなんちゃって。ヤンデレが入ってますね。浮かれた気分が一気に冷める。朝から見てはいけないものを見てしまった。おとなしい子は内面にものすごいエネルギーを溜め込んでいると聞くが、これほどまでとは。翼くん、俺は君の愛の重さを見くびっていたよ。妄想に、なんだろうね、翼はふらふらと横断歩道を渡る。翼くん、危ない。え、うわ、間一髪。俺は翼の、袖を思い切り引っ張り、裾かな、彼がトラックと接触するのをギリギリ防ぐことができた。危ねえぞガキ、信号はきちんと丸まりやがれと捨て台詞を残すトラックは去る。信号は赤だった。あっぶねえ。翼くん、夢中になるのもわかるけど、信号ぐらいはきちんと見てから開くからじゃじゃ。どんどんひどくなる滑舌が。かわゆすな、やっぱつばきゅん。あれ、まめおくん。当の翼は突然の出来事に未だ飲み込めずにいるようだ。俺は引っ張られて倒れ込んだ、俺に引っ張られて倒れ込んだ翼は抱きかかえられるような格好で歩道にへたり込んでいるのだった。黒髪が白い肌に際立たせて色っぽいな。彼の顔をこんな間近で見たのは初めてで、こんな状況にもかかわらず俺は見とれた。僕は、ようやく状況を理解した翼がいつもの純粋な、純朴な様子に戻った。ごめんなさい、僕そのぼーっとしてて本当にごめんなさい。いいよいいよ、それより無事でよかった。こうしてみるとやっぱり可愛いな。弱々しく常に周りを警戒して怯えてるような様子はまるで小動物のようで、守ってあげたいという母性本能がうずく。そろそろ。ああ悪い悪い、俺はぼんやりして、俺までぼんやりしてどうする。俺は翼から手を離し立ち上がらせて歩き始めた。本当にありがとうございました。マメオくんがいなかったら今頃事故に巻き込まれてました。僕は一体何をやってるんだろう。どういたしまして。今度から道端での妄想はほどほどにね。でも仕方ないね、それだけトモくんに夢中ってことなんだろうし。いやー、翼くんって案外むっつりスキビなんだね。あんなこと考えるなんてさ。一体何のことですか。道路を渡る前に独り言でつぶやいてたじゃないか。嘘、声に出してましたか。無意識だったんかい。うん、バッチリ。穴があったら入りたいです。まさか無自覚とは、さすがに恐れいるぜ。恋はこれほどまでに人を盲目にするものなのか。まあまあ、そう落ち込まずに。むしろ俺でよかったと思いなよ。これで翼くんの恋をもっとサポートしやすくなるかも。そうかな。そうだよ。
だからほら、元気出して。はい、元気出します。そうは言いつつも翼は、なんだろう、なえるの字でなんて読むんだろうおーい、言葉の内容と口調が一致してないぞ。あれはともくんとしのぶくんだ幼馴染二人ですね。あ、ほんとだ。曲がり角から出てきた二人は笑いながら話をしていた。楽しそうです。あの二人ってよく一緒にいるけど、やっぱり仲がいいのかな。仲がいいも何も、二人は幼馴染ですよ。確か同じマンションに住んでて、だから家族ぐるみで仲がいいとか。なるほど、そうだったのか。昨日の咲夜くんもいるし、翼くんの恋路には障害が多そうだ。どうしよう。どうするって？せっかくこうして会えたんだから話しかけに行かないと。でもさっき言ったように二人は幼馴染なんですよ。僕なんかが入り込める余地なんてきっとありません。だとしたらなおのこと話しかけなくちゃ。恋愛はいかに相手との距離を詰めるかが、縮めるかが大事なんだ。こういうところで積極的に話しかけて、もっともっとともくんと近しい存在になるんだ。うん、そうですよね。じゃあ行ってみます。お、頑張れよ恋する少年。そういうことは大声で言わないでください。そういうと翼は、逃げるように彼らの元へ向かった。後ろから見ていると、どうやら無事二人に馴染めたようだ。少年たちの和気あいあいでいいのかなとした会話の様子を眺めて、俺は一人ながら楽しく学校へ向かったのだ。後ろからニヤニヤとね、怪しい少年ですよね。なんと素敵。しかもね、消す、文字を消すのはですね、この学校ね、競泳ですよ。競泳パンツやばし。はあ、プールの授業は嫌いやわ。猫ちゃんですもんね。猫山家は代々水と犬が大の苦手やねん。さっくんのも拝んどきましょうかね。はい、サービスショットです皆さん。これはね、多分いたずらするよね。そら、ぎゃっ、落とされましたね。へえ、猫なのに犬かきが得意なのか。お前絶対しばく。いやー、面白いですよね、このサブイベント。これも全部漫画にあるやつなんですけど午前中しかない主義授業は終わったと。ごめんなさい、手違いで労働しちゃって、もう一個イベント見ちゃいます。じゃじゃーん、ともくんストレートじゃん。さっくん並みにツヤツヤストレートだよ。アホ毛はあるけどね。ともくん、どうしたのその髪型、すっごいストレート。ふふん、隣のクラスでヘアアイロン持ってるやつがいて、さっき使わせてもらったんだ。すごいっしょ。へえ、ストレートになっただけでかなり印象変わるもんだね。すごい変わるね。あ、雨が降り始めてきた。しかも結構強めだ。本当だ。でもきっと通り雨だよ。予報じゃ今日は終始晴れだったし。これはともくん戻ってるんでしょ。天気は無事に晴れたね。んだね。でも結局は元通り。しくしく。かわゆすですな、本当に。はい、構造班に行ってみるかと。さてさて、さてと、今日は実際に喫茶店に行ってどんなものなのか見学しよう。どこの喫茶店に行くかは決まっているんですか？うん、昨日慎太郎からいいお店教えてもらって、地図まで用意してもらったから大丈夫。ちょっとそれ見せてて。
なるほど、駅の反対方面にあるのか。あんま行ったことないな。メッヒェンカフェ、珍しい店名だ。メッヒェン、メッヒェンってなんだろう。でもなんだかおしゃれな感じがしますね。どんなところだろう。参考にするならここだって絶賛してたからいいところだと思う。それじゃあ行こっか。どんなお店なんでしょうね。メッヒェンってどういう意味なんだろうね。何語なんだろう。俺たちは地図を頼りにメッヒェンカフェの近くまで来た。この辺りに、この辺りの街並みは見慣れませんね。うん。駅を降りたら、三崎学園の方にしか向かわないからね。地図だとここら辺、だよな。でも、喫茶店らしき建物なんてどこにも見当たらねえぞ。周りを見渡しても小さなビルが並んでるだけだった。お店の外観も聞いておけばよかったですね。あれ。忍が指さす方を見ると、そこにはビルが、そこにはビルに掲げられた看板があった。あのビルの4階に、メッフィンカフェって書いてあるみたい。本当ですね。でも、こんなビルに？そのビルの外観はお世辞にも綺麗とは言えないものだった。俺たちが想像していた喫茶店とは随分違うみたいだな。でも、ここで間違いないよ。とりあえず行ってみよう。大丈夫でしょうか。もし、中に怖い人がいたら。大丈夫だよ、翼くん。見かけで判断しちゃいけない。こういうところに居酒屋が、こういうところにある居酒屋が意外といい店だったりするんだ。そしてね。強い強いシノブがいるから大丈夫だよ。居酒屋行ったことあるんですか？まあ、お父さんに連れられてご飯を食べにね。あそこ、ソフトドリンクも置いてあるからさ。とにかく中に入ってみよう。焼き鳥とかが美味しいですもんね。いざとなったら倒す。かっこよし。何をですか？怖いよ。大丈夫だって。ほら行くよ。シノブーがいるから心強いよ。怯える翼を引きずりながら、俺たちはビルの中へと入り、エレベーターで4階へと上がったと。何ですかこのホラー系 BGM。と、扉が開くと、そこには、整然と並ぶドアがあった。ホテルを改装して使われているんだろうか。メッヒェンカフェは一番奥の部屋だね。本当に行くんですか？やめましょうよ。怖い人たちが中にいたらどうするんですか？そうは言っても、このままじゃ帰れないでしょ？大丈夫。何かあった時は倒す。そんな簡単に言わないでください。翼はやたらビビってるし、忍くんはやけに攻撃的だ。二人ともこういうところは初めてで警戒してるんだな。しょうがない。ここは俺が先陣を切ろう。二人はここで待ってな。俺が先に様子を見に行くよ。でも、それじゃ豆尾くんが危険です。そうだよ。ちゃんと倒せる。倒さない。うわ、もう、その時は、キャーシルブ助けてって叫ぶから。ふふん、大丈夫だって。そういえばブスだ強かったよね。月空の時になんか。こういう時は大人に任せなさい。同い年なんだけどなーという心の声が。いぶかしげにこちらを見る二人を残し、奥の扉へ向かう。ははっ！いくら外観が荒れていても、慎太郎が紹介してくれたお店なんだ。そうだよね、しんちゃんが紹介してくれてんだから、そんな危ないところであるわけがない。怖い人なんていない。よね、しんちゃん。開けるぞ。1、2の、3。ドアを開けた瞬間、目に飛び込んできたのは。おしゃれじゃん、めっちゃ。え？お帰りなさいませ、ご主人様。という黄色い着せを上げるメイド服の女の子たちだった。え？思わずすっとんきょうな声が出る。
ブスダック？これは一体どういう。そういえばメッヘンってドイツ語でメイドって意味だ。ってことはメッヘンカフェってメイド喫茶？あら、その学生服、三崎学園の生徒さんですね。ちょっと待っててね。店長、三崎学園の子が来てますよ。そうメイドが奥の、店の奥へ呼びかける。おお、やっと来たか、待ちくたびれたぞ。すると40代くらいの執事服を着込んだ男性が現れた。やーや、慎太郎くんから話は聞いてるよ。君たち学祭で喫茶店を開くんだって。メイドカフェとは言ってません。うちの店でよければ存分に見学してってよ。あ、はい、よろしくお願いします。展開が読めず、何が何だか分からずにただ返事をする。それで今日一日うちで働いてくれるのは後ろの二人かな。え、は、働く？一人はお店の構造を見る係で、その他二人が実際にメイドから接客を学ぶそう。これは着るんですかね。え、ああ、はい、よろしくお願いします。展開が読めず、何が何だか分からずにただ返事をしちゃってる。それじゃあお二人さん、こちらでお着替えしましょうか。店長から改めて話を伺うと、彼は慎太郎くんと、慎太郎と親しいらしく、今回学祭で喫茶店を開くという話を聞き、よかったらうちを参考にしてくれと申し入れたとのこと。そうだったんですか。わざわざありがとうございます。いやいや、こちらこそ、慎太郎くんにはいつもお世話になっているからね。こういう時ぐらい、こういう時ぐらいしか役に立てないから、シャシャリ出させてもらったよ。でも、大丈夫なんですか？アルバイトみたいなのって中学生は禁止されてるんじゃ。そこは大丈夫。上の許可は取ってあるし、トライアルウィークの一環みたいなものさ。なるほど、職場体験ね。なるほど。俺たちが話し込んでいると、キャー、二人とも、とっても可愛いわ。翔太っ子萌え、たまりませんわ。お、いよいよ準備が整ったようだな。ドキ、カーテンの後ろにはこのメイドのような格好をした二人がいるんだ。ではお披露目いたします。カーテンがゆっくりと開く。可愛すぎる。幸せ。もうこれ私1時間ぐらい眺めてられるわ。可愛すぎて、やばい。つばきゅんさ、微妙にさ、ヒーンってさ、涙ついてんだけど。しのぶーもその照れ顔いただき。うおー、おー、これは素晴らしい。ナイスショータ、ナイス女装。慎太郎め、絶対に締める。こんな格好、恥ずかしくて死んじゃいそう。二人とも、すっごく可愛いよ。最高だ。店長、カメラ、写真撮りましょう。もちろんだとも。さあ、お二人さん、こっち向いて。はい、チーズ。ポージングもね。キャー、もえー。ショタコ、あ、あ。ブスだ。あ、違う。ブスだ、変われ。僕も変わってほしいです。大体どうしてこんなことになるんですか？接客方法を学ぶには実際の喫茶店で体験するのが一番だろ。しっかり勉強してクラスのみんなに教えてあげるんだぞ。店長、店長ってこういうのも好きなんですか？ああ、むしろこういうのが一番好きだ。しかし実際に少年を働かせることができないからね。需要も大きい。女の子に甘んじているのだ。彼女たちもよくよく見れば可愛いんだ。両頭ってやつですか？器用ですね、店長。いやー、器用にならなくちゃ世の中渡ってゆけないのさ。店長がため息をつく。二人してのんきに常世術なんて話してないでよ。そうですよ、人の気持ちも知らないで。本当に可愛いよ、二人とも。何を喋っても可愛い。いや、もう何もしなくても何をしてもとにかく最高だ。メイドたちよ、今日一日でこの子たちを立派なショタメイドに教育して差し上げるんだぞ。だじゃん。
行して、美咲さんのための今日の仕事が始まった。忍と翼にはかなり抵抗感があったようだが、メイドさんの熱血指導にどうにもならない状況だと理解したのか、次第にメイドさんの言うことに従うようになっていった。忍くんちな、忍くんに翼くん、もっとスマイル。ニコ。はい、よくできました。ではもう一度ご挨拶から。3、はい。お帰りなさいませ、ご主人様。ダメよ、もっと大きな声で。ご主人様に少年の、心地いい声をお届けするのです。かつての、カストラートのように。カストラートって何？お帰りなさいませ、ご主人様。パーフェクト、ダイレクト、素晴らしいですわ。二人とも、もう一度こっちに向かって行ってくれ。ギロ、その顔もいいですね。その顔もいただきましたよ。これほんとサムネ今回どれにするか悩んじゃうじゃん。もうメイド姿のは確実なんですけど。よいしょ。いや、なんでもないっす。でも、そんな冷たい姿勢もたまらない。いいですね。あ、戻っちゃったの？もうそれ着て帰ってほしい。はい、疲れた。僕もです。メイドさんによる過酷な練習を終えた二人が学生服に着替えて戻ってきた。二人ともお疲れ様。よく頑張ったね。これで接客は大丈夫だね。店長が後でケーキセットをご馳走してくれるってさ。そう。それでブスダ君の方は？ああ、店長からどんな構造にするのと、お店の見栄えがいい、お店の見栄えがいいとか、必要な材料やメニュー表の書き方とか教われたよ。落ち着くために BGM はテンポの遅い方がいいそうだ。そうですか。とりあえず今日の仕事も無事に終えられてよかったです。いや、それにしても二人ともさっきのメイド服が本当によく似合ってたよ。特に今回はね、ツバキンをめちゃくちゃ褒めますよ。特に翼くん、決して女の子みたいという感じではなかったが、男の子が女装させられている感がにじみ出ていてたまらなかった。男の娘で男の子、間に合う気するに違いないよ。何ですかそれは。褒めてるか褒めてないかいまいちわからないね。そこで俺は翼に耳打ちする。きっとあの姿を見たらトモくんも喜ぶよ。後で写真送ってあげようね。でもそんなの恥ずかしいよ。思わず翼が赤面する。そんなツバキも可愛い。大丈夫だよ。とも、ああいうの見て引きはしないから。しのぶくん、聞こえてたんですか？めっちゃなんか、どやってる感があるんだけど、しのぶ。ほら、幼馴染のお墨付きもらったし。ね、送ってみようよ。逆に喜ぶと思うよ。とも、翼くんのこと気に入ってるみたいだし。え？そうなのかい？うん。よく話題にあげてくるんだ。かわいいとか和むとか。ともきゅん。忍の言葉を聞き、翼はさらに赤くなる。わかりました。後で送ってみます。なんだか楽しそうね。はい、ケーキセット3つをお待たせしましたよ。止まらないわ。少年たちのはしゃぐ姿、身も心も癒されるね、店長。ああ、しっかり目に焼き付けておくんだぞ。こんな機会、めったにないのだからな。旗から見れば、俺たちは恋愛トークで盛り上がる女子高生のように見えたのだろう。だが、恋をしてしまえば、男だってワクワクドキドキ、つい舞い上がってしまい、はしゃいでしまうのだから仕方ない。
ケーキをいただきながら翼は写メールを送った。懐かしいな、そうだったよね、写メールとか。今でも写メってさ、主語なんでしょ、なんて言うの今時。おばちゃんはそれが気になった。なかなか返事が来ない。まだ衣装班の仕事をしてるんじゃない？きっとそうだ。気長に待とうよ、翼くん。そうですね。それにしてもこのケーキ美味しいな。あ、しのぶ、ほっぺにクリームついてるぞ。どれどれ、お兄さんが取ってあげよう。子供扱いするな。楽しい時間を過ごした俺たちはケーキを食べ終えると、お世話になった店長さん、メイドさんたちにお礼を言って店を出た。いやー、いいものを拝めてありがたい。今日の仕事はこれで終わりだから、ここで解散にしよう。お疲れ様。また明日ね。お？はい、お疲れ様です。また明日。こうして今日の構造班としての仕事を無事に終えることができた。さて、じゃあ俺も家へ帰るかな。あの、マメオくん、この後まだお時間ありますか？まあ。翼はとても不安そうで、まるで助けを求めているかのように見えた。向こうの公園でも行って二人でお話ししよっか。そうしていただけると助かります。じゃあね、つばきゅんのお話を聞くところで今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では次回もまたよろしくお願いいたします。バイチー&デマー。